ようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回のテーマはこちら、新日本プロレス G1 クライマックス31、レスラー失格なんかじゃない、内藤哲也復帰までの道筋を考えるスペシャル1。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは、内藤哲也、大復活への道その1というような内容でですね、皆様にお届けできればと思っておりますので、最後までお付き合いくださいという形でございます。はい。まあ、今回タイトルに1、まあ、1と付けさせていただいているのは、内藤選手が、実際復帰するまでの間にですね、内藤選手がどのような形で復帰してくれるのかみたいなですね、そういった情報を集めまして、皆様にお届けできればなと思っております。もう強いて言うならあれば、内藤ファンの、一人でも多くの方に届けたいと思いまして、この動画を配信させていただいております。はい、という形で今回その1という形でありまして、まあもうおさらいのような形になるんですけども、内藤選手が負った怪我っていうのがどのようなものなのかっていうところと、あと他の、レスラーの方で同じような怪我をされた方をちょっと情報を取りまして、実際内藤選手がどのぐらいの期間で復帰できるのかっていうのをちょっと私なりに、ちょっと妄想したいなと思っておりまして、今回この1の内容とさせていただこうと思っております。はい、では改めてちょっとおさらいなんですけども、今回内藤選手が負った怪我というのが、左膝内側靭帯副、靭帯損傷と、左膝内側が、副靭帯損傷という形でございまして、あと半月板損傷ですね、この2つになりますと。で、今回私まずトースポウェブで今回の、内容をちょっと読ませていただいて、ちょっと私なりの判断なんですけれども、今回岡本記者がおっしゃるには2つの不幸中の幸いがありましたという形で言われてます。はい、まあ正直で G1 クライマックス一戦を紹介しただけで残りの前線欠場っていうのがあるので、もうとんでもないやっぱりめちゃくちゃショックを受けてる部分は当然ね、本人もそして内藤ファンの皆さんも当然プロレスファンの皆さんもあるとは思うんですけれども、今回その中でも2つ不幸中の幸いがありましたと岡本記者はおっしゃってます。まず1つ目がですね、過去2回手術した右膝ではなかったということでありますと。やっぱ内藤選手自体もともと膝が悪かったですと。しかも右膝を2回ほど手術をしている部分がありまして、もし万が一右膝にそのまた今回同様のダメージが来た場合、選手生命の危険すらあったとのことでございます。なのでやっぱり辛いことだと思うんですけども、ある意味左膝で良かったという風な目線が見えるのではないかというところでございます。そしてもう一つがですね、もう一つが、負傷直後に覚悟して、まあ、内藤さん自身もひょっとしてっていう気持ちがあったようなんですけれども、靭帯断裂ではなかったってことなんですよ。あくまで断裂ではなくて靭帯損傷という形であったので、そこだけは逃れることができたっていうのが不幸中の幸いという形でございます。正直言って断裂という形になりますと、当然ね、断裂したままで、プロレスの試合を行っていったりすることはできる、ますし、そうしてる選手もいますが、やはりパフォーマンスが落ちてしまうっていうのも絶対だと思うんですよ。しかも断裂となると、それを完全に治すというか、それを治療するためにやっぱり手術というのは絶対必要な形になってしまいますので、手術するようなことがあると長期期間のやっぱり欠場っていうのを覚悟しなくてはいけないっていうのがありますよねというところで、あくまで今回は損傷で済んだっていうところが非常に大きなポイントだったんじゃないかなというところでございます。まあ内藤選手自体もともと2012年に G1 クライマックスの公式戦中、実際試合中に怪我をしてしまいましたと。怪我をしてしまったんですけども、やっぱり休みたくないっていう気持ちで、やっぱりそのまま試合を続けていて、やっぱパフォーマンスがとてもじゃないけど、いいものを見せれなかったっていうところで、実際お母様の方からちょっとお叱りを受けたみたいですね。そこに関していくと。やっぱ出るからにはちゃんとやりなさいと。できないなら休みなさいっていう母親からね、厳しい言葉をかけられたことも含めて、まあ、今回は休むことを決断したという形でございます。はい。
まあ、実際ね、やっぱりあの内藤選手っていうのはもうとんでもないぐらいあの大人気のレスラーでもありますし、内藤選手のあの本当に立ち振る舞い、内藤選手がそこにいるからこそ勇気をもらって元気をもらって明日の活力になるっていうファンが非常に多いっていうのも、知ってますし、内藤選手もそのことをきっと分かってると思います。でもそんな内藤選手があれだけ試合大好き、プロレス大好きな内藤選手が休むっていう決断をしたっていうことは、やっぱり怪我っていうものとしっかり向き合って自分自身が納得のできる内藤哲也っていうものを皆様にお見せできないと意味がないって考えたからだと思うんですよ。それやっぱり2012年のやっぱり無理やり、強行出動した時の、ことを鑑みての今回答えだと私は思ってますというところですね。だからこそ内藤選手は逆に言うと何にも諦めちゃいないですよ。今回 G1 クライマックスに関してはあの本当に残念な結果であり無念でありし、本人もものすごく落ち込んでました、けど本人のプロレスラー内藤哲也っていうのはまだまだこれからだって絶対本人思ってると思うんですよ。だからこその今回の足踏みもあの欠場を選んだことになると思うんですよね。だから復帰した以上はこれまで以上の内藤哲也っていうものを僕たちに見せてくれることを約束したからこその欠場とも言えるって僕は思ってます。はい、っていうところですね。になってきますと、じゃあまあここまでがトースポウェブでのちょっと私の振り返りとあのそこからの解釈っていうところでした。でじゃあ実際内藤さんがいつぐらいをめどに復帰できるのかっていうところなんですけど、これは正直言ってあくまで私の勝手な妄想ですし、内藤選手はきっとここまでに帰ってきてくれるだろうなんてこれっぽっちも思ってないです、あくまで私の妄想という前提でこっからさっき聞いていただきたいんですけども、まず同じような怪我をした方っていうのをちょっと僕ネットでパパッとちょっと調べてみたんですけども、近いところでいくとあの女子プロレスラーのいろは匠選手ですよね、マーベラス所属の、こちらの選手が、2020年の10月26日、にですねちょっと試合中怪我してしまいましたというところで、そこがまさに、右膝ですね、今回右膝の、十字靭帯と右膝の副靭帯と、半月板、右膝の半月板を損傷しましたという形でございますと、まあ、そこに関してあの全治10ヶ月っていうような、ジャッジメントをお医者様から下されましたという形ですね。でこちらに関していくとあの手術してるんですよ、損傷とはいえ、断裂ではないんですよね。そうそう、あくまで全部その右膝を結構やってしまったんですけど、損傷レベルでもやっぱり、手術っていうのをしましたという形で、そこまでやっぱり10ヶ月かかってしまったというところなんですよね、あとはやっぱりあの、イロハ選手っていうのはあの 若い選手でもあったりするので、回復力が異常に高かったっていうのも含めて、やっぱそれだけの、欠場期間で帰ってくることができたんじゃないかっていうのが、まあ、一つの目線ですよね。なのであくまで靭帯損傷ってものに関しての、まあ、これはあくまで一概に言えないですけど、一つの事例としていくと最長10ヶ月っていうところが考えられるのかなと僕は思ってます。はい、ですので、まあ、今回9月にこれをやってしまったので、まあ、仮に来年以降 G1 クライマックスが同じタイミングまた9月スタートという形でいくのであれば、10ヶ月であれば、まあ7月ぐらいにするのかなという形になってくる、まあ、仮に8月スタートだとしても、まあ、ギリギリ内藤選手は10ヶ月の負傷中だと来年の G1 クライマックスまでには帰ってくることができるんじゃないかなっていう、あくまで想像になります。あくまでこれ最長パターンです、手術を挟むパターンという形なんですけれども、もう一つのパターンがあります。これは今、WWE でも活躍をしております、イケメン二郎選手ですね。イケメン二郎選手も実は2018年にですね、あの試合中に膝を負傷してますと、そちらを左膝の後ろ十字靭帯と内側靭帯をともに損傷しましたと、試合中のムーンサルトプレスをかました時に膝が弾けてしまったみたいな感覚があったようなんですけれども、そこで下された判断というのが欠場をしたんですけども、全治3ヶ月だったらしいですというところなんですよね。まあ、実際多分3ヶ月って形であれば、あの治療だけで手術はしなかったんだろうなっていうのが、できるんですけれども、まあ、実際松葉杖をついて、まあ、試合は、お休みしますと、その代わりイベントとかで出ていきますよみたいなことをあのコメントで発してたらしいんですけれども、まあ、イケメン選手も若いですからね、やっぱ当時20代とかじゃないですか、20代後半か30、アラサーぐらいか
っていうぐらいの年齢だったのかなと思うんですけれども、やっぱり早ければそのぐらいの期間で帰ってくることができる可能性もあるっていう形なんですよね、うん、はい、っていう形なので、手術をするしないっていうところでやっぱそのぐらい大きな帰ってくるまでの、期間に差があるんじゃないかなというふうに僕は思いました。今回の内藤さんでいきますと、今は治療するっていう形だけで、あの入院であるとか、手術っていうところはまだ、そこは何も決定しているものはないっていうふうに僕は判断させていただいておりますという形です。あの特に入院していないっていう形で岡本記者書かれてましたんでね、おそらく自宅療養という形なのかなと思ってますと、うん、でまあ少なくとも1ヶ月間はこの強い痛みと腫れが続くと言われているという形があるので、まあ実際あのこの記事を書かれたのがまあ今日発信ということは、まあ一昨日とかもう怪我をして直後みたいな形で内藤選手に突撃取材みたいな形で、ね、多分電話かなんかでされたのかなと思うんですけれども、まあ実際今日の今日で今後の自分っていうのはまだ何も見えない状態ですねっていう形で言ってるので、まあ今のところあの入院および手術っていうのは今のところはあのまだそこはないっていう形だと思います。まあ、今後のね、あの治り具合で多分そこは判断してくるのかなと思うんですけど、少なくとも1ヶ月は強い痛みがあるという形らしいので、まあここに関していくと正直言ってまあ何度もね僕言いますけれども、本当にトランキーロだと思ってます。うん、早く復帰してほしいって気持ちはもちろん皆様同様あるんですけれども、絶対に焦って無理して復帰してほしくはないだと思ってます。うん、やっぱりもともと内藤さんも膝がねもともと良くない選手なので、やっぱその中でやっぱりそういったなんていうのかな、片手落ちの状態で復帰してあのだましだましやっていただいてまた何かやっちゃうよりは、やっぱり自分自身で納得をしてここだっていうタイミングで僕は復帰してほしいなと思ってます、うん、だからある意味この全治3ヶ月っていうパターンもあるっていう風に思っちゃうと、下手すると年内復帰あるのかとか、それこそ来年の 1.4、1.5 での、 あの復帰戦がありえるかもしれないっていう可能性もゼロではないんですけれども、正直言ってそれは得策なのかどうかというと、正直言ってクエスチョンがつくと僕は思ってますと、うん、きっと内藤選手であればそういった超スーパービッグマッチ、まあ、東京ドームのメインとかそのタイミングでなかったとしても、絶対内藤選手が帰ってきていただけるその場所こそがスーパービッグマッチに僕はなると思ってるので、そこはご自身の体調膝ときっちりと向き合った上で、僕たちも僕たちも基本的に、ね、内藤さんが復帰戦をやってくれるっていう時点でもううおーって大盛り上がりの間違いないんで、そこは内藤さんきっちりとね、他にもいろいろと多分これまでの連戦とかで内藤さん体を悪くしてる部分絶対どっかあると思うんで、そこも含めて完全に直しきって復帰する、怪我する前より復帰した後の方がめっちゃ調子ええやんっていうぐらいの内藤哲也選手っていうのを改めて、待たせていただきたいっていうのが僕の今の気持ちでございますというところでございます。はい、というわけで今回この動画は内藤選手の復帰にかかる期間について私なりに述べさせていただきました。ぜひ皆様のご意見ご感想を聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集させていただいております。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてみたいな形でどしっとぶつけていただければ、ちょっとお時間をいただくかもですけども、形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからもこの動画のリクエスト、皆様よろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただいて、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクの動画を楽しみにしていただければと思っております。というわけで、最後までお付き合いいただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。